伊藤杏奈は愛知県大府市出身の元女子自転車ロードレース選手である。選手であった父の影響で3歳の頃から自転車を乗り始め7歳で全日本 BMX 選手権大会で4位入賞。小学校低学年の頃はロードのレースに出場していた。中学生時代はバドミントン部に入り自転車競技の世界からは離れていた。 愛知県立オフ東高等学校入学を機に、球技より持久力系のスポーツが得意だったので、ロードレース界にカムバックした。高校時代は、実業団チームへ所属しレース出場していた。自転車レースに出場することを仕事とする、プロといえるレベルには達していないので、オフの実家居住時代は、フィットネスクラブとパン店でのアルバイトを掛け持ちし、宇都宮移住後は、 チームスポンサー企業で働きながら選手活動をしている。選手としての高いモチベーション維持と成長に難しさを感じ、2019年10月19日のジャパンカップサイクルロードレースオープンレース及びウィメンズクリテリウムをもって現役を引退した。10月20日開催のジャパンカップアフターパーティーにて引退セレモニーも行われた。 2011年、2012年、2013年、2014年、2016年、2017年、2018年、2019年、ABCDEFGHIJKLMN、OP、スプリドボリューム25報告ライブガーデン by C、ステラ国内選手が集まり、お疲れ様。ジャパンカップアフターパーティー、サイクリスト女子は、高校3年の伊藤アンナが優勝いわきクリテリウム。 開幕サイクリスト2013年10月6日発開催ウィメンズクリテはニーランがセースホープフルクリテは竹村が優勝ジャパンカップ公式サイトありがとうございます